自己紹介と、あの、地元について教えてほしいです。はい。えっ、ー、と、プロスノーボーダーの高尾翔馬です。えっ、ー、と、靴下のブランドもやってて。で、まあ、地元は出身大阪の平方っていうところなんですけど。まあ、結構、まあ、その周りに。悪い人たちがい。いましたね。幼少期っていうか。 小6中1ぐらい引っ越すぎりぎり。引っ越すぎり。まあ夏休みも帰ってたんではいそうするとまあみんな先輩にこう死んだ買いに行かないとバイク壊されるみたいなとかそのなんかもうめちゃくちゃだったんでまあそういうのを見てやっぱ自分北海道にそのタイミングで行ってよかったなみたいなっていうのがあります、ね ニセコを選んだきっかけって何だっってだだたんんですかニセコを選んだきっかけはもう、まあ、その時まあ全然初めてだったんで称号で何も分からなかったんですけど両親がそのもうニセコを選んでてその最初に行くとこっていうので。で選んでて初めて滑ってのがもうニセコだったんでおのずとまあそこに行きたいっていう。 のでそこの中学校校に転校させてもらいましたそのコロナでちょっと状況変わってしまいましたけれども、うん、ニセコって本当すごの世界中から滑りに来るみたいな、うん、あのイメージがあるんですけれども何がそうなったのがここ本当まあここ本当最近自分が中学生の時はまあそこまで外国の人もいなくて。 でも,もう最近はその中国の人とかオーストラリア人がすげえ買い占めててもうめちゃくちゃリゾートみたいになってるんですけどその多分まあいろんなとこを滑ってますけど一番雪がもういい雪質がいいというかその軽くて言ったら自分がちょっと上手くなったっていう錯覚するぐらいそのいい雪が降るんですよね。 だから、まあ、そんなに人気なんだと思います。まずは、雪質がすごいいいと。そうですね、もう。最初に滑ったのが、えっ、ー、とー、地元の、えっ、ー、と、近くの、えっ、ー、と、滋賀県っておっしゃってましたっけ、さっき、小そうですあ。初めて滑ったのはそのニセコだったんですよね。あ、一番最初がニセコなんですね一番最初に滑ったのがニセコで、<ー>で、その、かえ、まあ、大阪戻るじゃないですか、はい、その、 戻った時にそのまだやっぱスノーボードしたいっていうのも漁師、まあ、もハマってたんで、はい、で滋賀県とか、まあ、岐阜とかそのちょっと大阪から行きやすいような場所によく連れてってもらってましたねその時にはもう全然滑れましたその時にはまあそうですね結構その親父が会社してるんですけどそこの従業員の人たちがスノーボードもともとやってた人で。 その人たちと一緒に行ってててたんで、まあ、ある程度教えてもらってはいました。向いてたんだなっても思いますか向い,向いてるか向いてないかっていうよりもとりあえずその「好き」っていうのがなんか一番こう勝ったのかなっていう感じですかね。